みんな元気？今日はこれ、プラレールトーマスの映画のトーマス。これがシューティングスターゴードンで、下が流線形と、これめちゃくちゃ速いかも。改造したらもうめちゃくちゃ速くなる。これはショーに出るために流線形になったゴールド。こっちは本当になってないんだけど、こういう風になったらいいなと思って。トーマスの想像の姿だって。どっちも速そうだね。そうだな。じゃあ開けてみよう。まず主人公のトーマスかな。お、アニーとクララベルだ。ほらすごいよ、アニー。アニーとクララベルが顔がついてる。ということはアニーの顔がついてるでしょうね。おお、かっこいいね。うん、なんかこれへこんでるよ。流線形だからか。これ煙突かな。トーマスの煙突はなんかへこんでるっていうほどでもないね。長さどっちのが長いか、これ微妙。あ、こことここの幅はトーマスのがね、大きいね。トーマス長くなってるね。ここの部分長い。普通のトーマスと普通のゴードン、やっぱ長さが違うね。上の、じゃあ上の長さが違います。じゃあ2人につけてもこんな感じ、流線形のが長そうに見える。アニーとクララベルの違いは、うん、色だけだね。あれ、あ、アニーとクララベル、これ反対だ。こっちがアニーだ。うん、顔もね、同じだね。ではまっすぐしてみたら、え、あれ、こっちが流線形のゴードンのが、あのね、ちょっとここが本当はこの部分がないんだけど、つけたからね、はい、速く走るため。ここに階段ある。え、階段みたいな。しかし細いな、これ。ここの部分が細すぎだよ。あ、だけどトーマス、流線形のトーマスも細いね。これやっぱかっこいいね。これここライトがついてるけど、ゴードンにはついてないね。あ、こっちについてる。これ知らない。だけどゴードンの方がちっちゃいね、ライトは。トーマスの方が大きい。こことここでちょっと形が違うね。こっちは三角っぽいね。こことここが丸くなってるけど、これは四角っぽくて、ここだけに丸が。だけどゴードン速い？ゴードンも速いけどトーマスも速い。どっちが速いかわかんないよ、これ。同じぐらいだと思うよ。じゃあ走らせてみようか。かー、今日はこれで走らせます。これぶつかんないよ。だってこのトーマスはこっち、インをこうやっていくじゃん。そしたらゴードンはこっちに行くんだから、こっちにトーマスは走るんだからぶつかんない。よし、両方いっぺんにスタートさせてみよう。よー、2段階、最初1段階で行く。よーい、スタート。これ2段階かも。これ速いかも。これ速くないの。同じ。あ、そうなの。いや、1段階でも結構速い。あー、1段階よ、これ。これが1段階。これ1段階なの。2段階が楽しみだね、これ。2段階どんだけ速いの。じゃあ2段階行ってみよう。速い速い速い、めっちゃ速いじゃん。めちゃくちゃ速い。よくも、おー、これチャギントンより速いよ。これなんだこりゃ。なんだこりゃ。いや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 、早すぎでしょ。あ、早すぎでしょ。早すぎだよ。
早すぎてさ、客車が脱線しちゃうし。ほらほら、ほらほら、ほらほら、脱線しちゃうの。早すぎ。一段階でも早いけど、二段階は早すぎ。これチャギントンのやつよりは早いよ。さすが流線形のトーマスとゴードンだね。トーマスの方が早いね。あ、ゴードン追いつかれてる。お、トーマスだ。トーマス頑張ってください。ゴードン頑張ってください。うん、やばい。あのさ、車輪のさ、棒がさ、ブルブルブルってすごい回転してるんだけど、すごい回転してるよ。すごい回転。ほら、棒が車輪の動きの違いは、じゃじゃーん、全然違う。この車輪がすごい、ヒーリューってすごい回ってる。だけどこれ、うん、すごい違うね。トーマスが追い逃げてきました。ゴードン頑張ってください。ゴードン頑張ってください。トーマスもゴードンも頑張っています。トーマス、僕どっちも応援するから。どっちも、僕はどっちも応援するばかり。じゃあ今度は普通のトーマスとゴードン、よーい、ドドン。押してあげない。 OKOK、 もう OK。 ここがあれなんだよ。ジャジャン、ジャジャン。これで頑張って、よし、頑張って頑張って、わー、頑張って、みんな頑張れ。二人とも空想を狙って流線形に空想するの、うわー、楽しみだね。うわお、トーマスもかっこよくなったじゃないか。僕はいていい。あー、ゴードンもかっこよくなったね。そうだよ。知ってみようよ。うん、やったり。どれだけ俺様が早くなったのかな。そうだろう。うわー、早い。おー、僕も早くなったよ。ゴードンが速い時があるね。一周するとゴードンが速い、また一周するとトーマスの方が速い。なんでだろう。また 一周するとゴードンが速くなって、一周するとトーマスが速くなる。なんでだ。それでこっちの瞬間にいる方が遅い。だから今のゴードンとトーマスはこっちの方が遅くなってる。そして今のゴードンとトーマスはこっちの方が速くなってる。ゴードンの方が速い。さっきはトーマス。スムシャが止めて。こっちのちょっと速い。トーマスが。だけどね。同じぐらいかな。スピードはね、もうすぐでトーマスを追いつくんじゃないの。追い上げますよ、トーマスが。トーマスの反対側の斜面にすれ違いました。そこにはトーマスが近づいてきます。もう行けるよ。やばいですよ。頑張れ。すれ違い、だっていいじゃん。
ね。パパチャンネル。また見てね。一緒に自撮りで写真撮ろうよ。そしたらさ、自分のやつ見れるじゃん。自分の顔ってこうなってたんじゃん。結構かっこいいじゃん。俺様もトーマスも。うんうん、かっこよく撮れたね。